今焼き上がりました。火力から今取り外して、火力から下ろして今焼きたてですね。こちら、表面外の、表面傷埋めまして、中、はい、こちらが中側です。中と外から、内側外側から、両方からですね、確実に焼いて加流させて成形してます。このダイヤが多少やはりこういうような柔らかいタイヤですからね、正常な空気張った時に多少こうタイヤが膨らみます、伸びます。そんなことで、中には私たちも時間急ぐ時にはこの中からのパッチの修理もするんですけども、膨らむタイヤ、伸びるタイヤ、膨らむタイヤはですね、パッチを張りましても、中には少しずつ空気が走る、漏れる、そういうのも中にはありましてね、この種のタイヤは私たち、両面焼き付けを主として修理やってるもんですから、せっかく、修理、きっちり直そうという方にとってはですね、両面焼き付け修理をご利用いただきたいと思います。今回もお客様はそのように、ちゃんとやりたいということで今焼いておるところです。